マルダイ。株式会社マルダイは、新潟県長岡市に本社を置き、新潟県内で、伊藤洋華堂マルダイの名称で総合スーパーを展開する企業である。当社は、セブンアイホールディングス傘下の、伊藤洋華堂の完全子会社であるが、運営している店舗については、マルダイの名称が付く以外は特に差異がない状態で、運営されている。 かつてはディスカウントストアのザプライスマルダイや百貨店のマルダイデパートなどを運営していたが現在は伊東洋華堂マルダイのみの運営となっている当社の起源は1952年昭和27年4月に新潟県長岡市大手通り2丁目に渡辺喜一郎がマルダイ医療品店を開いたことに遡るその後1960年 昭和35年7月には、新潟市、本町通りに、新潟店を開き、1962年、昭和37年12月には、新潟県長岡市大手通り2丁目に新店舗を建設して丸大百貨店を開業、1963年、昭和38年6月15日に、百貨店審議会で、同じ長岡市大手2にあった、市村百貨店と共に、 百貨店法による営業認可を受けて法律上も百貨店となった。この長岡の本店が位置した大手通りには同時に百貨店の認可を受けた市村以外にもほぼ同時期に開業した山と1958年10月マルゼンデパートなどのライバルひしめき合い大いに賑にわっていた。1964年昭和39年7月には新潟市 本町通り六番町、現、中央区の新潟丸台も百貨店法による営業を認可を受けて、長岡と新潟の二つの百貨店を展開するまでに成長し、二店ともにヤマトと店舗が近接して、ライバルとして、しのぎを削り、1970年、昭和45年に、市村も新潟店を、これまた近隣に開いたため、 これら三社の百貨店が二都市で近接して競い合う三つ、ともの状況を取った。また、1965年、昭和40年10月1日には、高岡市に、北陸丸大高岡店、1966年、昭和41年に、富山市に、北陸丸大富山店を出店するなど、地場資本の百貨店として多店化を進め、新潟、長岡、富山、 高岡の北陸四都市に店舗を持つ北陸では、大和に次ぐ第二位の有力百貨店に成長した。1977年、昭和52年8月期には、約2億円の税引き後準利益を計上して、黒字経営を続けていたが、大英をはじめとする大手スーパーの進出が相次ぐなど競争が激化したため、業績不振だった1977年。 昭和52年に、富山店を大和に売却し、伊藤洋華堂と業務提携を開始する。1978年、昭和53年には、新潟店を改築して増床したのを機に、伊藤洋華堂と同一衣装の青、赤、白のコーポレートカラーで彩られた丸大マークを採用、ロゴ画像参照、さらに4店舗の愛称を、新潟丸大、長岡丸大、 柏崎丸代、高岡丸代とした。1986年、昭和61年5月に、土地所有者である、伏木海陸運送との契約期間満了に伴い、高岡店を閉店し。1988年、昭和63年11月25日に、市の市街地再開発事業の一環で、長岡駅、大手口側のと熊旅館跡土地。 城内町二丁目に建設された旧地ビルの主要テナントとして、総合スーパーの伊東洋華堂丸大長岡駅前店を開店し、本店を事実上移転させた上で、伊東洋華堂と同じ衣装が採用されるなど、独自色を一掃した。そして、大手通りの創業の地、延床面積8205メートルを1989年、 平成元年9月にディスカウントストア業態であるザプライスマルダイ長岡店に業態転換し当初の3.4年は売上を伸ばした。しかし、郊外型店舗との競争で大手通りの集客が落ちた影響で周辺全体の集客力、販売力が急速に低下し1995年平成7年に長崎や長岡駅前店1997年 平成9年2月に市村から受け継ぎたダックシティ長岡店が閉店し、マルゼンデパートもテナントの撤退が相次いだため1998年、平成10年に娯ラック主体に転換。ザプライスマルダイ長岡店も売り上げがピークの1993年、平成5年の約半分に落ち込んで赤字が続き他店でカバーして創業の地を守ることが限界となったことから、 2000年、平成12年8月をもって閉店し、その建物を市に貸し出して2001年、平成13年に、長岡市の施設、長岡市民センターが開館した。また、1990年代には、デパートの形態を残していた、新潟店、柏崎店も、相次いで総合スーパーの、伊東洋華道丸台に、業態転換した。2005年、 平成17年に実施されたイト洋ヨーカドーグループの再編に伴って店舗東野のロゴはハトのマークからセブンアイホールディングスの衣装に変更された。詳細はイト洋ヨーカドー持ち株会社への移行を参照。さらに2008年平成20年が月期にマルダイはイト洋ヨーカドーの完全子会社となり法人としては存続しているものの 新潟の地場資本ではなくなった。そのため、現在では2店舗とも、店内には、セブン銀行の ATM を、設置や電子マネー7個の導入など、完全に、セブンアイホールディングスの経営方針に沿って、運営され、特に伊東洋稼働との際は、名称以外全く存在しない。2018年、平成30年には、柏崎店が閉店。これは、 伊東洋華堂に転換された店舗としては初の閉店となる。2018年8月末に入ってからは長岡店が2019年1月から2月中に閉店する方針が検討されていることが発表されていたが同年12月29日に入って2019年2月11日に閉店という情報が地元新聞社により報道された。なお、 二千十八年十一月にはマルダイが運営している店舗ではないが、上越地方の伊東洋華堂直越店直営店舗が二千十九年六月に閉店することが発表されている。なお、当社はマルダイが地場資本だった時代に開店した店舗と、その移転、増殖にあたる店舗のみを経営しているため、同じ新潟県内の店舗でも上越市の中心部にある、 伊東洋華堂ルマール自活店は、マル台の運営によるものではなく、店舗運営は、伊東洋華堂が直接行っている。また、1993年、平成5年から2007年、平成19年まで、新潟市、現、東区に出店していた、伊東洋華堂新潟木戸店も同様で、店舗は、伊東洋華堂の直営となっていた。この新潟県内に店舗はいずれも、 マルイとの直接的な関係はない。新潟店で先行して開始していたネットスーパーのサービスを2013年平成25年7月3日から長岡店と柏崎店でも開始して全店が対応することになった。1981年昭和56年4月25日に開店し、1986年10月に6回まで、 全館を使用する規模まで増床していたが、2018年8月19日時点では、地下1階から3階4階の採事場のみ、営業していた。1988年、昭和63年11月25日に、それまでの百貨店の形態とは異なり、GMS、総合スーパーの形態で開業。伊東洋華堂丸大の1号店でもある。 開業時の名称は、長岡駅前店。東急町の丸台本社所在地にほど近いが、土地は戦術の経緯から有限会社と熊旅館、現、有限会社と熊が所有し、開業当時の設置者は有限会社と熊旅館、城内ビル株式会社、株式会社グリーンスタンプの3社。建物設計は、日建設計が、建物志向は、大成、吉原共同企業体が受託し、 1988年10月31日に、春行。地下1階含む地上7階建て。1989年9月に、それまでの丸台から、伊藤洋華堂のディスカウントブランドであるザ、ザプライスへ、業態転換したが、売上の低迷などから2000年、平成12年8月をもって閉店した。創業の地である、新潟県長岡市大手通り2丁目にあった店舗で、 1962年昭和37年12月に開店し、1963年昭和38年6月15日に百貨店審議会で百貨店法による営業を認可を受けて法律上も百貨となった店舗で延べ床面積8205メートルだった。1988年昭和63年11月25日に長岡駅前へ。 伊藤洋華道丸台を出店したことに伴い、1989年、平成元年9月にザ・プライスに、業態転換を行った。新潟県柏崎市東本町2丁目にあった、店舗で、1981年、昭和56年4月25日の柏崎駅前の、伊藤洋華道開業後も並行して営業し続ける、方針を示していたが、 同年8月には閉店へ方針を変更して営業を終了した。富山県富山市西町のソークルは地区の一角に出店していた。店舗跡は隣接していた大和デパートによって買収されて1977年昭和52年11月に当時の富山店の増殖部分として新装開店したが同店が2007年。 平成19年9月21日にソクルはフェリオの新店舗へ移ったため閉鎖された。富山県高岡市の高岡駅前にあった、不思議海陸運送の越中倉庫跡地に、鉄筋コンクリート作り5階建ての不思議海陸ビル、延べ床面積約4300メートルを建設させて、出店した。売り場構成は1と2階が、用品雑貨で3階が呉服、4階が食料品で、 エレベーターやエスカレーターのない店舗だった。5階は倉庫及び事務所として使用。20年間の賃貸借契約終了後閉店となり、店舗の建物はその後、ライブ1、デュオ、となって2004年、平成16年12月に大規模小売店舗の届け出廃止となった。食肉、ハムソーセージ大手の丸大食品。 沖縄県に本社を置く同名のスーパーマーケットである、マルダイ、秋田県に本社を置く同音維の社名のスーパーマーケットマルダイとは全く無関係である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。